どうも、ねずっちです。昨日ソフトバンクのね、大規模な通信障害がありましてね、決済や交通なんかに不便が生じたというニュースやってましたけどね、実際昨日浅草東洋館行ったらですね、楽屋で、ソフトバンク使ってるね、後輩たちが、あ、携帯が使えない、携帯がさっきから使えないってこう結構ね、大騒ぎしてましてね、しょうがないからね、しょうがない、ここは東京だからって僕言いましてね、そしたら後輩の一人が、なんすかって言うからね、県外って言ったら、いや、ねずさん今それどころじゃないんすよ、困ってんすよ、こっちはってこう言われましてね、あ、なんか将棋し終えた感じだって言って、だからなんすかって言ってきてね、困ってしまうって言ったらね、本当にいい加減にしてもらえませんか、あと5分後に出番でしょ、そういうの舞台でやってくださいってね、怒られちゃいましてね、電波だけじゃなくて冗談も通じなかったってねずっちです。ではまた。